この広場で最後のはずよ。ああ、見たところ魔物も逃げ遅れた人もいないようですね。よっしゃ、ひとまずこれで一段落じゃない。最後の最後ですごいのが飛び込んできたぜ。可愛い女の子なら大歓迎だったんだけどな。こんなのに暴れ回られたら街がめちゃめちゃになっちゃうわよ。そんなことさせない。よし、ここで決着をつけようぜ。ダイヤモンドダスト。うっしゃ、かすっただけで吹っ飛ばされそうだぞ。行きます。そうだな、ささやきを。けど渋滞がでかいやつは小回りが効かないはずだ。イベホイム任せろ。楽勝だな。ちょっと最後まで気を抜いちゃダメよ。熱血バカと学級委員長、話してる暇があったら手を動かせ。分かってるってセザール。任せとけ。俺に任せとけよ。セザールこそ喋ってないで手を動かしなさいよね。賑やかな三人組だね。もう一踏ん張り、無駄せずに行くよ。
今度こそ本当に一段落です。皆誇るがいい、我々はこの街を取り戻したのだ。どうだい二人とも、前に悩んでただろ。双子の王に逆らうことが本当に世界のためになるのかってさ。これで答えが出たんじゃないのかい。ああ、私たちは戦うべきなんだわ。そのくらいにしておきな。本当の勝ち時を上げる前に声が枯れちまうよ。私たちの戦いはまだ終わっていないわ。さあ行こうぜ、双子の王のいる伝承の塔へ。